はいどうも、はじまきょうしろうです。やっぱその、あぐらかきながら喋ると安定的に雑談が出てくる気がするけど、そしたら腰が死ぬからやめた方がいいんだよな。やりますよ、俺と。ちょっと、新チャンネルのやつ全部消そうかな。はい。で、ツイッターっていうのはどうでもよくて。そんなことより、じまきょうしろうのオリジナルグッズなるグッズオリジナルグッズグッズはじまきょうしろうのオリジナルグッズオリジナルかどうかわからんけど、でここですずりのねやつを貼ると、今回もね適当に作りました。いやあとそうだ、例のねあれも作っといた。公開設定は非公開、その他さすがにちょっとなんかそろそろそのなんか YouTuber はちょっとダサいな、はじま京志郎京志郎話題沸騰、話題沸騰じゃないからな。幸福ぜと面白い動画、はじまきょうしろうお笑い笑いお笑いとかやんな、ちょっと失礼だから。まあこれでいいや。ういー、できたね。まあなんだ、グッズ販売してね。元11歳さんからもね、何も欲しいものがないって言われた。まあまあそれはまあね、そんなに悪い意味では言ってないだろうけど。それちょっと用がないけどね。フォロワーの人のオリジナルグッズ欲しいものがマジで一つもないな。ないってさ。それで俺サンフルグラフィック T シャツと俺2ステッカーってなるけど。もうなんか魔除けだよね。言っちゃえば。俺のやつはさ。お、いいねが一人増えてる。誰だ？そんななんか。普通になんかね。何人かね、いいねしてる。いいね欄を漁るっていう。人のそのね、ということでね、俺のグッズはもう誰にも買われないっていう悲しい差がを背負ってしまったと。欲しいもん一つもないかな。まあ確かに家に置けないもんな、これとか。何これ、あ、缶バッジか。マジで意味わかんねえ。キモいいね、キモいいね、すごくいいな。このフルグラフィック T シャツ俺は好きなんですけどね。もうこれ着たらもう無敵よ、もう人間。俺が散りばめられたさ、 T シャツ着たら無敵だろ、こんなもん。うう、きついね。でもみんなそれっぽいのやってますけどね。デザインもクソだしね。なんかあの iPhone の写真画面欄でやったやつでね、やってるんで。もう、ちょっとずれてんの腹立つなこれ。超腹立つ。かす。でもいいと思いますけどね、俺は。あ、でもこれ使えないもんだ、確かに。でもいいですね。俺は好きです。でも金がないんで一つも買えないです。この黄金の千葉下ギザ君っていうのがね、これがめっちゃ金取るやつです。これはその、まあ、言うなれば投げ銭用みたいなやつなんでね。ビューゼロって何？全く見られてないの？どういうこと？ビューゼロって。どういうこと？みんな目閉じて見てんのかな？心眼使いか。そんなポジティブに。まだ思い出がないみたい。まだズッキュンがないみたい。何思い出って。
教えてくれよ。あ、マイリストみたいなもんか。腹減った。まあそんな感じでね。まあ黄金の千葉知ったギザ君からとにかく早いヒゲ男から始まってね、まあ、とにかく早いヒゲ男、とにかく早いヒゲ、これ適当につけました。なんかこれ実はね、あのカンタさんは似顔絵で描いたんだけどこうなっちゃったんですよね。でスゴケンっていうねカスみたいないいですね。とにかく鋭い男、これはトミーさんを描いたつもりですけど、なんかねくちゃくちゃになっちゃいましたね。え、悲しいね。魔除けだよな、これ。魔除けっていうか、カラス除けみたいなもんだよね。うん。いいけどな、俺は好きだな。だって俺が作ってんだもん。好きに決まっとるがな。どこ、このアクリルブロックってなんかよくわかんないけど、俺欲しいんですよね。決め。怖い。な、アクリルブロックは横で、なんでみんな買ってくれないんだろうな。道台のこうっていう一番強いデザインが一番下に行ってんのがダメなんだよな。これいいだろう、こいつ。道台のこう。ダンプ論解を。うん。ドンゴダル重宝。配色チカチカ男。これすごい自信だけど、俺のね、裏垢のアイコンなんですけど。うん。で、流血泣き亀、千走り銀馬ワニ、金馬ワニっていう。まあやっぱそのね、世の中を置いてきぼりにしてるっていうか、よく言えば。でも置いてちゃダメなんですよ、やっぱりね。まあ、俺のオリジナルグッズということでね。書いて、欲しいものがマジで一つもないなって。悲しいな。でもちょっとなんかそのこの元11歳さんもなんかバズらせようとしてる感じあるよね。でもね、こんなデザインのバッグ誰が買うんだって思ったんですけど、自分も似たようなの持ってました。まあ、誰も買ってくれないと、まあ着れないですもんね、こいつら全部。どれが一番最初に買われるかちょっと予想してみようぜ。ねえ、まあ俺の顔のプリントはさすがにないよ。買ってほしいけどね。まあこのスマホケースあたり俺は買ってほしい。本当は買ってほしい。 iPhone X にしたらどうなのか。 10 10 10。 あー、なんかいいズッキュンしちゃった。おい、ズッキュンすんなよ。おい、消したいんだがズッキュン。いいや別にズッキュンしても。いいね俺の顔が。あ、トリミングちょっとはみ出てんだ。ギリトリミングがそのなんだ、はみ出てるってわけじゃなくてさ、足りないっていう。雑魚雑魚。これ 10S Max もっと足りないでしょ。あ、そんなことないわ、ちょっと足りないだけだ。ちょっと雑なんですよね仕事が。まあ、トートバッグも俺ですよ、全部俺。怖え、こんなトートバッグ持ってるやついたら。俺は何一つ多分俺の顔が入ったやつはね、買わないと思う。ハンカチくらいかな。千鳥格子柄かと思ったら俺の顔が全部印刷されてるっていう、ね。1554円もするタオルハンカチが。L サイズってどういうこと？でかさ。わかんないな。なんだこのグッズ。おい。いいな。あ、俺用タオルハンカチは俺で、あんまタオルハンカチ持ってないから買うかもしれない。あとなんだろうな。
まあ、あとスマホケースも買いそうだな、俺は。あ、ピンバッジ。いいね、このピンバッジ。めっちゃ見つめてくるさ。顔の方ね。で、笑顔の方ね。笑顔のピンバッジと。ピンバッジ、どれが一番いいんだっけな。すごい。もう全然入ってないじゃん、顔。ピンバッジ小さすぎて、缶バッジか。75になると、まあ、カスみたいなね。ピンバッジと白いところがだいぶあるって、本当はやっちゃいけないことなんだろうけどね。そういうことやっちゃってるんでね。ねえ、みんなにはまらなかったみたいですね。いや、でも世界のどこかの誰かは買ってくれると思いますよ。でも絶対買ってくれないのかな。悲しいな、そんなことある。買ってくれないの、まあまあいいか。商売ってそういうもんだもん、難しいから。でも、ユニゾンダブルパンチャーズマグカップっていうのは、俺はね、アホなんでね、絵の揃え方知らないんですけど、これは最後までね、言ってるんで、すごくいいと思います。ユニゾン、ダブルパンチャーズ。これ、ダメなんだね。やっぱみんななんか、見る目ないんだな、やっぱ。ねえ、ダンプ論海王は買うだろ、こんなん。出たら。まずダンプ論海王は買わないか、みんな。やっぱおかしいな、みんな。感覚が違うんだよ。そうだよ。だから買わないんだよ。何言ってんだ、俺。いや、でも、道大の子だろうな、俺は。道大の子あたり。それか、この敗色チカチカ男。流血泣き亀、千走り金馬ワニ。ここら辺ね。まあ、ユニゾン、ダブルパンチャー。まあ、そういうシリーズの中でどれが一番売れるかって言った。いや、でも、俺読んで一番売れるのは、なんかギャグで、多分、このね、フルプリントシーシャツみたいな、全部俺の顔でびっしりやってる、集団恐怖症キラーのね、やつがあるんですけど、あとスマホケースとか。いや、いいと思うな。いや、いいと思わねえ。一人暮らしだったら絶対買ってる。親がいないって状況なら俺は絶対に買ってる、この商品を。それは断言できる。ちょっと編集しようかな。さすがに気になるな。気になっちゃうよ。さすがに気になる。iPhone XS。マックス、マックス、マックス、ウルトラマンマンマックス。あれ？動かせねえ。クソが。もう、目いっぱいだったんだ。俺の精いっぱいだった。まあ、いいのはいろいろありますね。でも結構安いんだよな。なんか他のやつだともうちょっと高いんですよ、スマホケース。それがこの値段なんで、だいぶ安いんですよ、その普通のやつに比べたら。でも買ってくれないっていう。まあ、これが商売の厳しさっていうやつですかね。俺はいいと思うのよな。ほんとそれだけ。な、もな、でもな、サイズが合わねえから、まず痩せなきゃな。デブだから。悲しいな。デザインで羽ばたけなる。まあまあ、でもね、まあ、リリースして、まあ、リリースって言葉が合ってるのか分かんないけど、発表してからまだ数日しか経ってないんで、まあ大丈夫だと思いますけどね。はい。大丈夫だと思うな。あ、そう、道大の子のやつをさ、こいつ、なんか、結局はなんか、やってないの何個かあるんですよね。トートバッグいるだろう。道大の子の、トートバッグはいるぞ。なあ、保存。道大の子マグカップもいるぞ。でもやっぱ白っていうのはあんまり良くないんだろうな。ちゃうちゃうちゃう。そうじゃないんだよ。チェックマークを押したいんで、俺は。これでね、まあ。で、ハンカチ。ハンカチ、アクリルブロック、吸着ターボリン。まあ、こんな感じかな。まあ、手帳のスマートフォンケースはなんかさ、あ、ちょっと待って、いいこと考えた。別にそんないいことじゃないけど。
なんかさ、この集団恐怖症キラーのやつで手帳できるかな？これで。できたけど。ああ、ここまでか。構。こんな感じだな。怖え！狂気だ、こんなもん。作るやつ。イカれてる。マジでイカれてる。怖えな、こんなもん販売しようとするやつ。本当にイカれてんだもんな。クーガー。クージーか。クージー、意味わかんねえな、こんなん。売るなよ、そんなもん。ねえ。コーチジャケット。なになに？これは違う。コーチジャケットは違う。何コーチジャケットって。手帳型スマートフォンケース。ブランケット。吸着タオル。俺のノートっていうのは別に俺ノート使わねえから。保存します。ちょっとずつね。俺4のね。キチガイ手帳ケース。これの、あのラックってなんだ？プリント面、全面。うわ。絶対に違うな。絶対に違う。うん。やっぱ違う違う。全然違うわ。クソだせ すごいな。でも元獣医師さんもちょっとね、バズらせようとしたっていう。そう、なんかバズらせ構文っぽいね。言い方悪いけど、そういうので。うわ、いいな、これ。より俺がでっかくなった感じの。まあまあ。なめてるだろ、消費者を。このグッズたちは。消費者なめてるグッズ。あ、クージー、俺。クージー。おめえ絶対使わねえのに。なんでクージーにそんな思い入れあるんだろう。でもクージーいいだろ。なんかね。まあ、缶のやつの結露防止みたいな布。それ、結露を吸ってくれる布みたいなやつです。なんかあるかな。お、お、お。いやー。なんかないかな。なんもないよ。踊ろうぜ、ロック。月明かりに、パンがある、今夜限り戻れないぜ、行き先はもう決めてある。ああ、まあね、敗色チカチカ男。でも別にいいかな。でんて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 ん。あれ、これ保存するってやってさ、やったらまた、あ、そういうことない。別に。敗色チカチカ男がまた出てくるとかないのか。すごいよな。俺は完全にふざけてやってるんですけど、これなんかナルシストだと思われたら嫌だな。まあいいか、思われても別に。ナルシストみたいなもんだからな、こんなことやってんの。まあそんな感じですね。
神竜の研究見てきたわ。まあでも続けようかなって思った。別に見たからやめるかってなるとそうではないかなって思って、ちょっと動画見よう。俺の動画面白いけど、やっぱ無駄を削っていかないとな。まず無駄を削ってって、削ってどうなるかみたいな見ていきたいわけだから、まあ喋るのが好きだしな。めっちゃ足しびれてる。まあグッズ買ってね、みんな。まあね、日大のこうダンプ論海王ど。ドンゴダル長鋒あたりがね、まあ日大のコートダンプ論海王が俺の力作ですからね。でもちょっと悲しいよね、なんか俺の欲しいものが何一つないなって言って俺の顔出すのはマジでバズらせようとしてんな。でもその人なりの応援なのかもしれない。嬉しいな、マーケティングうまいけど。でも俺のそのバズらない呪いによってね、11いいねくらいに終わってるけど、こっから伸びるかもしれないけどね。さっき発表したばかりだから、こっから伸びるかもしれない。そこだよ、本当に買いたくないなって思ってるんだ。まあ買いはしないんだろうけど、ちょっとした応援なのかもしれない。でも俺の顔がプリントされてるのはちょっとね、まあ、俺も使わないけどね、俺がプリントされてるもの。と言いつつ、俺は今、スマホの壁紙を俺の顔にしてるんですよ。面白いかなと思って。まあ、それで、なんか、いつも黒い壁紙、中二病みたいな感じで、まあ、黒色好きなんで、その壁紙使ってたんですけど、まあ、別に、黒なんかムカつくなって思って。ムカつきはしないけど、まあ、なんか変えたいなと思ったけど、やっぱその、俺は万が一ね、親にスマホを見られた時に、そのね、俺のね、そういう絵、可愛い系の絵だったら嫌だなって思って、それも危惧して、俺はちょっともう黒とかにしてたんですけど、まあ、万が一、まあ、俺の顔が敷き詰められたの見たら、二度と見ないでしょ、俺のスマホなんて。ふぅって。病気じゃんって思われても、まあ、多分ちょっとした家族会議が始まるかもしれないけど、でもまあね、マジの魔除けっていうかさ、厄除けみたいなさ、そういう感じだよね、俺のステッカー。でも多分絶対ね、まあいいことも引き寄せないだろうけど、まあ、悪いことは逃げていくと思うよ。いいことも逃げていくだろうけどね。もう無になると思う、みんな俺のステッカーつけたら。でもさ、なんか缶バッジどうすりゃいいんだろうな。缶バッジがさ、どう頑張ってもなんかうまくいかないんだよ。まあ俺は今グッズ販売中なんで、興味がある人は見てください。でも本当はそこまで俺も欲しくないんだろうな、別に。って思ったけど、俺自分のこと大好きなんだな。いやでもあれだろう、日大の校はみんな買ってよ、さすがに。日大の校かそのダンプ論海王は買ってくれよ。
まあでも収入源の可能性が、まあゼロからほんの少しだけ上がったって感じですよね。まあそう考えると進歩はあるんだろうね。いやーでも YouTube の収益持ってかれたのマジで痛いな、あれ。まあだいぶ前だけどさ、まあ底辺でも食っていけるってわけじゃないけど、まあそこそこね、そこそこって言ってもほんのちょっぴりだけでももらえたわけで、まあそれすら今潰されてるわけでね、マジでチャンネル登録者数増えないけど、まあ増やそうとしてないからさ、増えるわけないんだよ。なんでもそうだけど、俺が面白くなってるからって言って別に人気になることなんてないじゃないですか。だから人気になるための頑張りってのものが必要だっていうのは前々から思ってるんで、夢見ちゃいけないですよね。ただもっと面白く、まあもう俺人に任せたいの、俺面白くなる人任せですよ俺は。そういうのが得意な人にね任せます。それが現れたら俺は人気になるだろうし、現れなかったら一生ただただ面白いまんまだし。まあいいや。俺がなんで成長できてるかってあれだよね。マイナスの地点にいるからさ。なんでも無知の状態で始めて、そっから勉強し始めてる。ゆっくりとたまにしたりしてるんで。成長できてる感じがしてるだけでね、別にすごいところにいるわけじゃないって思ったけど、やっぱり俺は俺の動画が大好きなんで、まあその自分を肯定するためにそういうものが面白いものってなってきてるのかもしれないけど、まあね。でもやっぱり俺はつまんないものはつまんないっていう、まあ確かに自分の評価っていうのは甘々なんだろうけど、まあということで、まあね、もう寝るんで、おやすみなさい。おやすみー。